持ってない状態で配信しちゃった。やっほー、皆さん見えてますか？ありがとうございます、来てくださって。これもうちょっと集まってから話した方がいいかな。なんか緊張するかも。ちょっとすごいふわっとした感じで始めちゃったから。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。たくさんコメントしてくださって。これコメントってどうやって見れるんやろ。あ、こうだ。ありがとうございます。これなんかだんだん緊張してくるやつや。今はまだ多分大丈夫です。私、本日お誕生日をお迎えして20歳になりました。イエーイありがとうございます。なんか久しぶりのショールーム配信で一人やし、一人が前回が赤ジャージを着てた頃の配信やねんけど、知ってる方いますか？いらっしゃいますか？あのね、あれ以来やね。あれ何年前やろ、 1,2 年前とかかな。前髪がまだめっちゃあった頃、めっちゃ重かった頃にそうやってってんけど、それ以来やからほんまに緊張してます。何話そうかあんま決めてない。なんか若干そのなんか話そうかなと思ってるんですけど、特になくて、そのコメントをたくさん読めればいいなって思ってり。お母さんおるよ。これなんかさ、前回の一人のショールーム配信2回あったやんか。知ってる方は分かると思うんですけど、黄色の服と着てる時と赤いジャージ着てた時の2回あるんですけど、どっちもほんまに暴れすぎてふざけすぎて前回リオとショールーム配信やる前にマネージャーさんから、あんまふざけないでねって言われました。でも今日は言われてないからふざけようかなちょっとそんなにふざけようとは思ってないですなんか勝手にふざけちゃうねん。血が騒いじゃって、どのテンション上がったらふざけちゃうねんけど、多分結構常にふざけてる人間やから。でも真顔でふざけるから結構真面目っていうか、そのクールに見られがちかも。実は暴れちゃう。何の血や、ほんまに何の血や。関西の血かも。ハッピーバースデーありがとうございます。いやー、私今日実はディズニーに行ってきましたさっきまでディズニーいました。まさかのそのファンタジースプリングスに行きたくて、あ、B をした。ファンタジースプリングスに行きたくて、でも朝5時起きで行ってきました。誰と言ったでしょうか。正解はリオちゃんです。リオちゃんと行きました。で、ティンカーベル、私がずっと乗りたかったティンカーベルに乗れて嬉しかった。めっちゃ楽しかったです。なんか私って結構口動かさずに喋るかも。嬉しかったです。なんかでも私最後のショー、海のショーあるやんか。あれちょっともう緊張したよ、思い出せへんねんけど、あのショーめっちゃ見たくて、もうずっと音源聞いてるんよ、そのお家で。結構爆音でそのショーの音源を流して一人で楽しんでるねんけどそう、見たかったけどちょっとみんなに会いに来ました。ああ。今日誕生日なん？おめでとう。おそろっち誕生日。誕生日遅い。ディズニー、そうディズニー行きすぎって言われる、よく言われるけど、私ディズニーしか行かないんで、逆にお休みの日はディズニーかなんか美容院とか行ってるかの2択なんですよ、ほんまに。逆にそれ以外行かへん。なんか家におるより外に出た方が疲れないタイプで、家におった日は、はあ、一日何もしなかったってすごい落ち込むんですよ。
ちょっと外に出ないと気が済まないショーでして、ショー佐賀わからんけど何話そうかな。姉雪は乗れんかった。うん、7時7時到着したかったのに8時ぐらいに到着しちゃって、ちょっとマイペースすぎて2人が、まあそういう時もあるよね、次は乗ろうって言って帰りました。うん、ユニバも行きたい、絶対に行きたい。ユニハロじゃないねだっけ、ホラーナイト、ホラーナイト絶対行きたいです。なんかもうさ、一人ショールーム配信せんかったらさ、もう私の気持ちを伝えるあれがブログとトークだけやんか。だからショールームでいろんな話したかったなと思って、なんやろごめんおばあちゃん、でももうちょっと、もうちょっとなんやろな、なんか話したいななんか話したいけどあ、絶対的第六感聞いてくださりましたか。聞いたか、それ遅いか。絶対的第六感のメンバーに入らせていただいててそうそう、 MV 撮影も、 MV 見てくださりましたか。なんか白い背景で、あの白い背景で踊ってた時にクミさんが、あーって言ってて、でえっみんな笑っててんけど、えってなってて、でどういうことやろうって思ったら、そのボイトレの時に結構もう、あーって歌ってって、あのよ、うん、歌った方がいいって言われたらしくて、確かに力強くで、あで私はまだボイトレしてなかったんで、その時あそうなんやと思って、で MV 撮影終わってからボイトレしたんですけど、ようことボイトレしたんですけどあの私そのクミさんの話聞いてたから結構もう、あーあーあーって歌っちゃったのそしたらボイトレの先生が、あんまそんなになんか、あーあーって感じで歌わなくていい、大丈夫ですって感じめっちゃ気まずかったあのクミさんの話何やったんやろって思ういや未だに謎やねんけど、普通に音源取るときは普通に歌いましたおーってかっこつ、でもかっこつけたよ。え、そう、え、なんかもう言っていいかな、ちょ、私あの発表がありまして開始何分、今8分やん、さすがに早いか。じゃあまず、あ、ちょっとやんとこ、うん、コメント読もうかな。なんか喉おかしい、ずっと喉おかしいな、うん、え、マリカはやってへん、ずっと、とあとレースマスターを携帯でやってます。ワンガミッドナイトはそう外でやってるけど、車にの運転楽しいなって思ってる。まあ免許持ってないけど、あそうや、武道館もありがとうございました。4期生の武道館、皆さん来てくださってすごく嬉しかったです、ありがとうございます。私は雨が降ったっていうのをさ、あの演出がさ、すごいもう見たことないぐらい MV に寄せた可愛い演出で、すごい楽しかったし、その劇風っていうか、そうハニーデューも、なんやろ、ずっとなんかテレビとかでしか見てなかったから、そう私も踊れてすごい楽しかったし、あのリナさんと
新芽だったんですよ。で結構リナさんと新芽の時ふざけがちで「そういう感じにグッときた」でさ、陽子に寄ってポーズするとこあるやん。あそこでリナさんと2人で結構もう前に結構メンバーがいっぱいいる状態で、その後ろにリナさんと私が行ってポーズするみたいな時に2人でずっとギャルピしてました。感じにグッときた。これなんていうの、見切り席からは見えてたんじゃないかなって思うねんけど、そうなんですよ。楽しかった。でもう一個私ギャルピーしたとこあって、夕日ダンスの落ちサビの前にこう2回ポーズするとこがあんねんけど、そこでもリオと平穂の後ろの間でこうやってやってたのがしっかりモニターに映っててふざけたら映っちゃった。うん、うん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 、ありがとう。夕日ダンス楽しいよな。わかるの。神バージン、ずっとバージンだで。え、ちょっと待って、やったー。通り過ぎないでくださいよ。ありがとうございます、来てくださって嬉しい。急に乱入してくださった。ギャルピースの話終わったタイミングで入ろうと思って、はい、ありがとうございます。こんにちは。顔映してくださいよ、ネクタイ。あ、これはプーさんの、あ、そう、乗せたやつ。ネクタイがポイントのやつですよね。ネクタイ流行ってますよ。かわいい。おめでとう。あ、ありがとうございます、嬉しい。あ、20です。バイバイ。え、あるんですか。たまたまいました。はい、いらっしゃって嬉しかったです。ありがとうございます。すみませんでした。ありがとうございます。バイバイ。パパ一瞬乱入してくださりました。しほさんびっくりした。でも私全然顔がびっくりしてなくて、それにもびっくりした。でも心はすごいびっくりしてます。驚いてますよ。嬉しい、やった、しほさん来てくださった。え、私しほさんとショールームしたいなって言いながらしてなかったんで、すごい嬉しかったです。嬉しかった、やった記念すべき配信でした。意味わからん。え、ね、今何分経った？まだやな、まだや。あ、なんかさ、私一人称が最近俺っちなんですよ。でそれを結構トークで言ってて、俺っちはって結構砕けた時に俺っちはって言うんですけど、なんで俺っちになったかっていうのを結構言うのはショールームで言おうかなって思ってずっと言ってなかったんですけど、俺にも話がありまして、なんかたまごっちにハマってて、その時言い出した時が、そう、俺たまごっちにハマってて、でなんか私の一人称がなんかで思いついて俺っちって言い出したんですよ、ふざけて。でそしたら結構もう手ピタってきちゃって、自分的に。そう、それでひらがなライブのリハーサルの時に浜岸ひよりさんと高本彩香さんが俺っちって言ってたんですよ、自分のことを。で、えっ、俺っち仲間、俺っちってかぶるんやって思って、そこでもう頭の中が俺っち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 になっちゃったんですね。でも、あ、俺っちってかぶるん、でもなんか自分も言えへんな、かぶせてきた気持ち悪い後輩って思われたら嫌やしって思ってたんですけど、逆にその俺っち俺っち俺っちって思っちゃったら
あの頭から離れなくなっちゃって、もう癖になっちゃって、今もずっと俺っちってたまに言ってます。こういう時は私ってちゃんと言えます、大丈夫です。うん、コニガチはあなくなった。なんかみんなも言ってくれへんし、まあいっかなみたいな。でたまにゃんがナナちゃんってなんか今日のブログでも言ってくれててんけど、あの皆さんには小西とかナナミちゃんってあの言われたいです。お願いします。コニッチェルはでもコニッチェルかわいい。コニ様、コニ様は嬉しいかも。ナナピョンは、うん、誰も言ってへんけど可愛いから好きです結構。でもやっぱ小西がさ、みんなの中でも多分定着してると思う。私的にもそう思う。はい、もういいや。もういいや。はい、10分しか経ってないんですけど、ちょっとお知らせしよっかな。お知らせ、はい、今書きます。ちょっと待ってください。あ、間違えた、ごめん。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。余裕マンはあのあだ名って思ってなくて、そしたら結構あのあだ名って言われることが多くなって、あ、これってあだ名やったんやっていうのはありますね。はい、いきます。ちょっと待って、即席すぎて汚っ。え、ほんまに汚い。なんかさ、こんなつもりじゃなかったんけど、最悪ねえ、全然汚いしさ、可愛くない、ごめん。いきます、じゃん。小西ななみインスタグラム開設します。イエーイ、みんな拍手して、ありがとう。ユーザーネームは、小文字の小西で数字の773アンダーバーオフィシャルです。アイコンはアイコンなんやっけ、あ、水色のあの衣装、ジャイガフェスの時の写真をアイコンにした、しました。イエーイ、ぜひフォローしていただけたらなって思います。よろしくお願いします。これさ、どっかに置けへんかな。あ、固まった。え、これ見えてますか。あれ、固まっちゃった、私のとこ。もういっか、ここに置いとこ。ねえ、ごめんポカ。どうしよう、こうやって喋るかな、どうしようかな、こことか。うわー、できない、なんで。これ縦とかにする。あ、そっか、破ればいいんか。ちょっと一回破ります。え、なんかさ、私のとこずっと固まってるねんけど、コメントが読めない、これ結構まずいです。どうしよう、ショック、もういっか。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。見入れるようになりました、コメント。ここら辺でいいかな。ごめん、わからんくせ。で、ここら辺、すいません、風船の上から貼らせていただきます。よし、汚くてごめんなさい、字が恥ずかしい、ほんまに。ありがとうございます。なんかどんな投稿していこうかなって思ってるんですけど、なんか小西服は
小西服は結構投稿したいなって思ってるし、なんかプライベートのも仕事の時の写真も自分らしい投稿ができればいいなって思ってます。よろしくお願いします。結構ありがとうございます。フォローしましたって来た、嬉しい、やったー、ありがとうね、ほんまに。あ、確かに、なんかどんな投稿してほしいとかもあったらぜひ教えていただきたいなって思います。トークのメッセージとかでも何でもいいんで、よろしくお願いします。イエーイ。ハッシュタグはななみグラム、ブログがななみブログなんですけど、それと同様にななみグラムでよろしくお願いします。え、見えてない？嘘、頭でかぶってる。あ、ほんまや、ちょっと待って、最悪、はず、ほら、これでどうだ。あー、ひどいよ。ねえ、どんどんさ崩壊していく、ここが。ちょっと待って、この R とかやったらやるんじゃない？どうですか、これでどうだ、見えるかな。見える？大丈夫？見えてる？なんかもうさ、多分この発表もあって緊張してた。ちょっと左に寄ってるかも。あ、ここら辺でえんとちゃいますか。ちょっと左寄りの配信になって、あ、だからここに貼ればいいんか。そしたら別に左寄りに。あ、すいません、切れちゃったんですけど、ちょっと見えへんやん今気づいた、ごめんね、回線が悪くなっちゃった。はい、なんかちょっと左寄りの配信になっちゃうんですけど、よろしくお願いします。あのさ、前回のさ一人の配信の時に見返したらめちゃくちゃ喋ってて、めちゃくちゃ突っ込んでて、なんか結構もう突っ込み100連発みたいなことしてて、私今そんなことできひんくらいこう頭がどんどんその老化してるんかなってちょっと不安ではあります。だから今日はもう早くちゃんとペラペラ喋れるように頑張りたいね。大西さんですか、小西は。ねえ、懐かしいってなる人何人おるんやろ。部屋の掃除しましたか。本当に私の部屋って綺麗で、これ多分どんだけやっても伝わらんと思うねんけど、綺麗すぎてて、綺麗すぎてテーマパークみたいなところあります。最近本当に綺麗、本当になんか毎日掃除してて、毎日ちゃんとあるものはあるところに返すっていうあれです、やってます、ちゃんと。めっちゃ綺麗です。でお香とかも焚いちゃってなんかそういうことしてます。本当に綺麗。で待って、でもこれさ、否定したら否定するほどさ信じられへんやん、ひどい。じゃあほんまにじゃあ嘘じゃないそう、足の踏み場しかないですね、もう床しかない、なんなら床全部歩けるもん、結構もう走れるぐらいあります。あーでも連れ込みましたよ、リナさんとか、りなさんとか連れ込んじゃったりして、かほさんも連れ込んじゃったりして、聞いて
聞いてもらったら分かるんですけど、ほんまに綺麗です45リットルゴミ袋も最近買いました。最近じゃないわ、結構前に。そう、あの2袋ちゃんとストック分も買って大丈夫です。綺麗なお家ですピカピカ、ほんまになんかあの全然関係ない話しようかな。あの第6巻をその結構披露させていただいてるんですけど、ひなりはは多分やってないかな。あのハハートを噛んでんちゅーっていうパートがあるじゃないですか。あそこはあの実は志保さんの方を向いて毎回やってるんですよね。これ秘密です。裏情報言っちゃった。あのねリハの時とかは恥ずかしくて向いてないんですけど、本番だけ毎回志保さんの方を向いてこうやってやってます。伝われーって思って。でも多分気づかれてないですね。絶対気づかれてない、絶対気づかれないようにやってますもん、外側から一回もバレてないです。でも本当にやってるんで、ぜひそのいつか第6巻見る機会があったらそこも注目していただきたいなって思います。あとはね、クミさんとシンメなんで、クミさんがかっこよすぎて、その私もこうクミさんに負けないように頑張らないとあれってなっちゃうじゃないですか。私が映った瞬間にクミさんかっこいいってなった瞬間に小西が変な顔とかしてたらあれってなっちゃうんで、あの頑張ってかっこつけてます。フォーリンラブとかフォーリンラブなんてね、絶対的第六感でしか言わないんで、普段は言わないんで、絶対英語難しいよね。でも私ハングルちょっと喋れますんて、これハードル上がったかも今ので。全然ちょっととかじゃないです、あのほんまに基礎の基礎とかなら分かります。アニハセヨチョヌン小西ナナミイムニーダ。どうですか、韓国の方いらっしゃいますか絶対おらん絶対日本、みんな発音うまい、ほんまに、え、わかるん、みんなハングルってわかるもんな。私はなんか小6の時にあのハングル講座みたいなが あったんですけど、そのテレビで、それをこのノートに毎回なんか映して喋れるようになりたいと思って勉強してました。なんでその研修生の頃、桜井玲香さんが出てらっしゃったあのテレビです。でその研修生の頃はハングル喋れますキャラみたいなでした。実は自己紹介の時とか、あの韓国の地下鉄のアナウンスをします、なんとかかんとかなんとかかんとかみたいな特技してましたね。今はもう窓拭きだけなんですけど、窓拭きオンリーで行かせていただいてるんですけど窓拭き一本勝負です。うん、そうだから特技欲しい、ほんまに。じゃあハングルを極めればいいんかな。なんかどうすればいいんやろ、特技ってさ、やっぱもうさ、このお仕事をしてたらさ、習い事とかもなんかやっぱ学生みたいにさ、毎週通ってます、あ毎週通いますみたいな感じにはできひんやんか。だから難しい、なんかでもなんかできるようになりたいハングルで窓引きってどういうこと、ちょっと汗よ、ちょっと、え、寒いかな今、大丈夫ですか、まあ、寒くなった、もう今日は雨降って出たよな、ちょっとだけ。うん、でもなんかリオちゃんがお日様スマイルで晴らしてくれましたあったかい。
ピラティス4回、あ、月 4? 川田ひなさんですね。いや本当に尊敬します。ディズニーは若干寒かったです。でも長袖やったから大丈夫、私暑がりやし。え、なんかショールームになると結構もう早口になっちゃうかも。でも普段はほんまに遅くて、もうちゃんとなんかちゃんと喋れへんねん。でもな、どうしよう、ほんまにもう大きい、なんか話すことあるかなって、ちょっとエピソードトークを書いてるメモはあるんですけど、あまりにも脈略がなさすぎて全てに全く関係ないことしか書いてなくて、あのこれも武道館の話になるんですけど、みっちゃん、みっちゃんがさ、あの誰とべのさセンターをやってたやんか。でその時にさ、誰とべのさ、あの方の真似をするやん。例えばペッパーミルとかやったやんか、覚えてるかな。やってたりとか、クミさんがやってたのをみんなが真似するみたいな。でみっちゃんは毎回そのリハの時に絶対にハートのポーズをするんですよ。これ可愛いタレコミです。平岡さん、平岡推しの皆様、いつもててててててを私だけ毎回楽しみにしてる。私だけ誰とべ、誰とべのリハや、来るか来るか来るか、ててて来たー、てる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 って言ってます。毎回みっちゃんのハート可愛い。毎回なんかこれやったりこれやったりこればっかりこればっかり可愛いみっちゃんのハート可愛い。ハートしかなハートしかやらんすぎて毎回楽しみにしてます。次いつかやる機会があったらねえ、もうどうしよう、ね、どうしよう、どうすればいい。はい、天才でしたハッピーハッ、あ、ハッイースデイなっちゃった。本当にすみません。ちゃんと後で直して写真も撮ってブログに載せます。ちゃんとしますよ、はい、R、 うん、怒ってないよ。あのミクさんの認める写真展行かせていただきました。お邪魔しました。もうめちゃくちゃ素敵、ほんまに。もうなんか1枚目から、いやミクさんすごいなっていう、すごい噛み締めましたね。認めてもらえましたね。自分自身のことを認めようって思ったっていうか、もうなんか一人旅したいなって思いました。一人で一人で一人で、あの江ノ島とか行き、そんな遠旅はできないんで、勇気が必要。なんか最近やっと一人で行動できるようになった。どえって偉人な、偉人な一人旅はいいぞ。え、本当に一人旅ね、めっちゃ勇気が出えへんねん、まだ。でも絶対にやりたいよ。あ、台湾フェスも行ったんですけど、すっごく楽しかったし、台湾のご飯美味しいなって。でしかもそのミクさんとお話しする機会がそれまであんまりなかったんで、まあ、なんかちょっとお話しするってぐらいだったんで、その機会にたくさんミクさんのことを少し知れたかなって思ってたんですよ。思ってたんですけど、認めるに行って、はあ、ミクさんのそこは計り知れないと思いました。
本当にまだわかんないですまだわかんないそう、ミクさんのこと知りたいですね、たくさん。そう、誰と行ったの、たくさんのメンバーです。ルロハン大好き。私全然関係ないんですけど、その階段が大好きでつなげ方やば、つなげ方変すぎ。階段が大好きなんですけど、あの皆さん怖い話とか怖い体験があったらぜひ私に送っていただけたらなって思います。ただただ嬉しいですただただ本当に楽しい、あの面白いなって思いながら。階段ってあの怖い話の方です誕生日おめでとう、ありがとう。自分が誕生日のこと忘れてた。全然関係ない話ばっかしすぎて。幽霊見ました、ほんまに。あ、はるはるとイタリアンはあの本当に行きたいんですよ、本当に行きたいんですけど、あの私がはるはるにこのあんまりグイグイ行けないあんま人にグイグイ行けないタイプで、あのはるはるぜひ誘ってほしいなって思います。さあ、リングとかあのホラー系はほんまに怖いから苦手です。ホラー映画とかは苦手です。見るんじゃなくて聞くとか読むが楽しいなって思います。見た瞬間にほんとトラウマで、あのお風呂も入るけど怖いってなっちゃうからね。怖いの苦手。そう、お化け屋敷とかもほんまに無理。お化け屋敷は絶対に無理。お化け屋敷絶対に行きません。あの戦慄迷宮避難会で一回行かせていただいても、そっから大トラウマ大の苦手になりました。本当に怖い。あ、ひなぱれの意気込みね。あのひなぱれライブをやらせていただくんですけど、もうすぐですね。もうあさってとかかな。うわ、緊張する。ソロ歌唱を11人全員やらせていただくんです。初めて皆さんの前でソロ歌唱をするからすごい緊張しますし、未だに不安なんですけど、度胸で頑張ります。しかもね、その音ネタ芸人さんがあの来てくださったりとか、先輩あの加藤志保さん、富田鈴香さん、高橋めくにさんがいらっしゃってくださっ、いらっしゃってあの歌ってくださります。これも本当になんて言うんですかね、貴重な経験っていうか機会をいただいたなって、本当に嬉しいです。なんでちょっと、あ、しかもあれや、最後はねライブパートがあるんですよ。ライブの時間が普通の4期生の、それがもう想像以上のボリュームで、驚き桃の木三種の木です。なんでぜひ皆さんに来ていただきたいですね。あの一般チケットも多分今発売されているかなって思うんで、ぜひお越しください。よろしくお願いします奇跡チャンス、奇跡チャンスや。うん、そう、4期ライブもあるよ、楽しみやね。何歌うかな、予想して。あ、ツアーで兵庫行きます、ありがとうございます。ツアーで兵庫楽しみ。私ずっと凱旋ライブが楽しみだったんで、凱旋ライブが夢だったんで本当に楽しみです。やったね、兵庫県に行けます。ベイビーワルキューレ見に行きました。私ベイビーワルキューレっていうその作品が大好きで、あの本当にただのファンなんですけど今やってる映画も見に行きました最近で、その広告、映画始まる前に広告がさ流れるやんか、その中でなんと全部オブ東京の広告が流れたんですよ。
で私も自分出てきたと思って緊張しちゃってなんかどうしよう、来ます行きます、自分やこれバレるとかはないと思うけど、自分がこんな大スクリーンで皆さんに見られてるって考えるとちょっと緊張しちゃうなって震えましたね、うんうん、でもほんまに嬉しいです。全部応募東京も楽しみやね。10月25日公開です。みんなに見ていただきたいです。ほんまに笑った、試写会でめっちゃ笑ったしめっちゃ感動したし、なんて言えばいいんやろな、なんかただの映画じゃない青春を感じますし、もうちょっとネタバレ言いそうになるからあんまり深く言えへんけど、ほんまにみんなさん見てください。私は増谷綾乃役をやらせていただきます。ピンクのインナーを入れて、都会クール系女子を、クール系女子ぶってる実は〇〇子っていう役をやらせていただきました。お芝居もすごく楽しかったです。なんかお芝居ずっとやってみたかったなって思ってたんで、そうできてすごい嬉しかったですし、またいつかやりたいなって思いました。4期生の演技がすごくて想像以上です。ほんまに早く見てほしい。完成報告会最近やって、その写真もちょっと上がってるんじゃないかなって思いますね。なんか話そうとしたのに忘れちゃった。そう、前売りを前買いました。ありがとう。なんかね、駅なんかその駅のスタンプラリーみたいなもあって、その聖地巡礼ができるっていう、全部東京の、それ私もやりたい、私もやりたい、やらせてください私に。スタンプラリーやらせてください。いつから？10月25日公開です。そして来場者特典もありますので、ぜひぜひ映画館で見ていただきたいです。お願いします。情緒不安定、うん、私情緒不安定やで、ずっとそういう人間情緒不安定やね、ほんまに。でもなんかこれがずっと続くっていうよりかもなんかこういう感じ、私のテンションありがとう不安定がナチュラル、テンションジェットコースター、ありがとうございます。なんか話そうとしたのに忘れちゃったわ。まあいっか。ねえねえ、あと15分しかない。びっくりした、びっくりした、なんであと15分しかないね、なんで怖い、もう。はい、スクショタイムでした。やっぱスクショタイムはね、手短に終わらせないと。寂しい、私も寂しい、ほんまに。こんなに1時間が早いと感じたの初めて。なんか話すことあったかな。なんか話してほしいこととか聞きたいこともぜひお願いします。あったらでいいんで、ウィンクお願いします。ウィンクは結構ギュッです、ウィンクする。桃色エピソード、桃色はねー、あ、でもこれは載せちゃってるんですけど、ディズニー行きました。またかーいって、またディズニーかーい、はい、ディズニーしか行かないんです。楽しかった、ほんまに。ランド行ったんですけど、めっちゃご飯とか美味しいの食べて、なんやろ、何したっけでもなんか楽しかった。車の免許を取る予定はありません。でも取りたいなって
ていう気持ちだけはあります。予定はないです。ジブリパークも行きたいし、ユニバも行きたいし、富士急も行きたいです。あ、20歳の抱負は、20歳の抱負なんやろ、大人になること。ねえ聞いて、なんかさ、今日あのピーターパン乗ってんけど、ちょっとこれちょっと最後ネタバレになるかもしれへんねんけど、ピーターパンのファンタジースプリングスの話ね。そう、ピーターパン乗ってんけど、あの可愛くて可愛くて、でしかもなんか私ピーターパン実は見たことないんですけど、可愛すぎて途中から涙が出てきて、もう自分でも衝撃です。あ、可愛いって思いながらも、あって泣いてるんですよ。怖かったです。でも本当に感動、涙が出るほど楽しくて感動して、本当に空って飛べるんだなって思って、私も空飛びたいなって思いました。ちゃんと真剣にピーターパンを見ようってその時決意しました。ティンカーベルのアニメはめっちゃ見てたんですけど、そう、ピーターパンに触れる機会がなくて、でも今日触れてすごく素敵な作品だなって、本当にもう泣けた。ユーキャンフライです。で、何の話だっけ。そう、大人、あのね、子供、ずっと子供でいてねって最後言われるんですよ。で、私20歳の抱負が大人になりたいだったんですね。もうその時崩壊しました。あ、大人にならなくてもいいのかもしれない。というよりかは、その童心を忘れないっていう気持ちは本当に大切だなっていう感じましたね。童心を忘れずに、精神的にはなんて言うんだろう、自分が子供だなって思う欠点だけは直して、いい大人になりたいです。子供のような大人、素敵ですよね。童心を忘れない大人って。あ、小魚さんとの雑誌は、あ、 MG っていう雑誌が今発売中、そう、登場させていただいてるんですけど、小坂奈緒さんと第6巻の話とか、あと結構カッコつけて写真を撮らせていただいたりとか、めっちゃ大きくて、紙面が大容量です。これはぜひゲットしていただきたいです。お願いします。ねえ、成人やな、20歳や、20歳になりました。ブログも載せるんで、ぜひ見ていただきたいなって思います。お願いします。ね、あとさ、12分ぐらいしかないからさ、どうしよう。振り袖はママ振りです。ママの振り袖紫やねん。私紫大好きやから嬉しい。二部さんもお誕生日おめでとうってご連絡くださって、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。いろんな先輩方から連絡をいただいて、幸せだな、幸せな一日だなって思いました。ほんまにありがとう。はるよさんからも、あの、しかもね、ビデオレターだった。あの、こう、お家かな、お誕生日おめでとうみたいな動画をくださって、ありがとうございます。で、ちゃんと動画を送りましたよ。そう、動画を送り返しました。私もマリーさんからは、あの、おめでとうっていう音声メッセージが、あの、来て、私もありがとうございますって返したんですけど、周りが騒がしいなって言われました。多分ディズニーで、あの、音声送っちゃったんで騒がしかったっぽいです。で、三國さんからも、あの、おめでとうって、二十歳おめでとうって来て嬉しかったです。三國さん第6巻のそのポジションが隣なんで、あの、最近特にお話しさせていただいてるんですけど、めっちゃなんか関西弁を最近
あの話してらっしゃるっていうか、めっちゃ私に関西弁で絡んでくださるんですよ。なんかほんまにほんまに大丈夫な？いけるってみたいなすんごい、しかも毎回確認してくるんですよ大丈夫？うまい？みたいな、いけてる？はい、いけてます、関西弁ですっていうお話をよくしますでもエセっぽくない、ほんまになんかお上手です、関西弁のあれが、関西弁のイントネーションが、イントネーションって言葉すら出ない。大丈夫？大丈夫です、ちゃんと二十歳になってちゃんと大人になります、ちゃんともっと喋れるようになるから、21歳の誕生日の時は。え、なんかフラグになってるみたいで、どうしようね、あと9分しかない、どうしよう。しほさんからももちろんいただきましたよ、うん、ありがとうございます。あ、そう、ラジオのびラジの、なんていうんですかね、のびラジに隔週で登場させていただいてるんで、そちらもぜひ聞いていただけたらなって思います、思います。しかもそののびラジで結構先輩方と密にお話しする機会が多くてありがたいですね、いろんな話してるんで、ラジルラジルでインスタ初投稿いつやろ、でもショールーム終わってからかな、終わってから後で投稿しようって思ってるから、うん、ぜひ見てください。言えたね、言えたよねラジルラジル。あ、遠藤莉子ちゃんとはね、そう、あの初回に一緒に放送に出演させていただいたんですけど、その時にちょっとお話しして仲良くなって連絡先も公開しちゃいました。そっからその3期生さんライブとか見学させていただいた時、挨拶して「あ、莉子ちゃん、莉子ちゃんお疲れ」って言いました。お話たまにします。あとね、あの村山美羽とは実は最近焼肉に行ったんですよ念願、やっと行けた。これで3回目か2回目かな、焼肉ずっとね、もう行きたいなって言ってたら、なんと実現しました、嬉しい。それもインスタグラムに載せようと思ってここまで内緒にしてきたんですけど、インスタグラムに載せるのでそちらも見てください。村山と私ってなんか似てるようで似てないね、そう、雰囲気はちょっと似てるかもしれへんけど、やっぱなんかグループカラーが出るんやなって話してて思う、一緒にいて思う。ほんまにいつもありがとう。みゆちゃんも誕生日のあの連絡をくれて、うん、ありがとうブルラズや、確かに雲組食べてた？あ、雲組食べてへんかったなんかカバンめっちゃ小さかった記憶がある、分からんけど忘れた、でも適当に言ったかも、ごめんねごめんって村山さんに怒られる。小西のカバンは中くらいです、大きくも小さくもないです、そう考えて喋れ、ほんまに考えて喋れへん私って。ね、あとご飯しかないよ、どうしよう。まず宣伝しとくか。はい、じゃあ改めて、インスタグラムのフォロー、んこっちか、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。はい、そしてひなパレライブもあさってから2日間にわたってあるので、そちらもぜひ一般発売チケットされてるんでよろしくお願いします。そして何がある、何があるっけ、リアルミーグリーの応募は
終わっちゃったけど、うん、何やろ、あ、ツアーがあります。ツアーがあるんですけど、私の地元の兵庫県も行かせていただきますし、東京ドームもなんと最終の公演で立たせていただきます。ありがとうございます。めっちゃ頑張る。私ね、ライブが一番好きやねん。ライブが一番好きやから、ほんまに楽しみ。ライブほんまに楽しい。なんか煽りとかするタイプじゃないけど、ライブの時だけはめちゃくちゃ声出せる。もうすぐ4万人って。確かに、ありがとうございます。こんなたくさん来てくださって。日向フェスは確かにめっちゃ放水で濡れたかも。日向フェスも楽しかったな。もうなんか懐かしい思い出みたいになっちゃう。でもあっという間に10月やねんな。ひらがなライブ、武道館、日向フェスってきて、次ひなばれライブがあります。でその次にツアーがあります。皆さんぜひついて来ていただけたらなって思います。少しタイムでした。ありがとう、ほんまにいっぱい来てくれて。ひなぱれは放水せん。さすがにせん。申し訳ないけど有明アリーナで放水はせん。スクショタイムしようか。はい、ちゃんとします。真面目なんでちゃんとできるよ。牛しか勝たん。やだ、マッスルポーズとかしちゃった。はい、行きます。はい、はい、うん、カメラどこやろ。分からん。はい、ありがとうございました。楽しかった。ポカは投げへん。ポカは大事に大事に育てていこうと思います。ありがとうございました。ほらもう笑ってるもん。ポカもテンション高かった。確かにショールームの時ってテンション上がっちゃうんよ。みんな楽しかったかな。私は楽しかったです。でも一瞬過ぎたな。ありがとうございました。大満足。ありがとう。お知らせ。はい。あ、映画の宣伝。そうだ、10月25日に全部オブ東京4期生で4期生11人やらせていただきました。そちらもぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。なんかさ、フリップとか用意したかったけど、まあいいや。ありがとうね。あと1分やん。ありがとうございました。たくさん来てくださって楽しかったです。大好きだよ。ありがとう。あ、熊切監督さんすごく優しい方です。こんな時にコメント拾っちゃう。ほなまた、おやすみ。おやすみね。ゆっくり休んでください。たくさん寝てね。たくさん食べて、たくさん寝てね。健康に過ごすんやで。おやすみ。バイバイ。